スムーズに進みました。会釈立てなのにすごい難しいなと、いつも自分がしてるキャットと違う動作なので本当に大変だなと思いました。正規の大逆転劇、多彩な顔ぶれがスリリングな物語を盛り上げていきます。ルーズベルトゲームはこの経営の危機に陥った会社の逆転だけではなくて、先ほどもちょっとお話ありました野球部の話も出てきます。ちなみに皆さん、社会人チームの数って日本にどれぐらいあると思いますか？島田さん、1000ぐらいですか？1000 120 120具体的にどうして？わかんないな500ぐらい。予算考えて120。かなりこれは信頼性があると思って。何だろう、86。また少ない。膝で上手なのは意外と自分で当たっちゃって。そうですね、僕のあんな大きさから入ってくれるし、358肩のすごいあれになっちゃうんだね。あれは十何回も経っちゃう。膝がすごいね。だから小岩の町を見下ろすようになっちゃう。19階だろ。小岩の町が見下ろすようになっちゃう。花火大会もよく見るんじゃない。19階なら結構高いから。その39,800円で売ってるんだろ。赤い人の応援が美しい。プロ野球や日本代表選手を多数輩出している。みんなにあれ持ってる、昔はみんな持ってたのに、持ったのって人がいなくなっちゃったもんね。持ってるので、ね、中国の人が多いらしいよ。中国人があれ、あれ持ってる空港に行くとさ、アメリカ向こうじゃ戦争の的になっちゃう。JR 東日本。前はね、日本人みんな持ってたもんね、あの頃。会社行くのにもみんな持ったとかね、みんなブランド持ってたもんね。最近そうですね。なんと、ルーズベルトゲームと都市対抗野球大会のコラボが決定。ドラマ同様、熱き戦いから目が離せません。やったー、いけないのってコラボレーションですから。ここでマイクに踊ったりなんかしなきゃいけないでしょまだ詳細は伏せられているんですけども、俺らにぐらい言ってくれよ知らないのになんで伏せなきゃいけないのどうやら、まあ、例えばポスターですとか、それから実際の何か合体体何かが入ってきたりとか、そういう情報入ってきてるんですが、まだちょっと詳しくは伏せられている。どっち取るか。じゃあ何歳でぜひチアリーダー右回って行って、そこ通っていけばここを回って入ってます。踊りも確実に踊りますか。そうですよね。どうでしょうか、ダンサー。頑張ります。本当ですか。社長命令ですからね。社長命令だと、よし。ダンサーとチアリーダー姿が見られるかも。使いに行くのマンションだ。社長秘書の特権ですよね。ああ、マンションのショールームずっとここでやってんのか。壊してまた違うメーカーとのコラボ企画、ドラマに登場する秘書スイーツもしかしたら19階のやつ売ってるのか。ぜひ皆さんのおすすめを教えてください。もうさらにはこの部分のカメラにもこんなんだ。リコイメージングの協力を仰ぎ、ドラマのリアリティを高めています。会社倒産の危機に廃部を突きつけられた社会人野球の名門チーム、そこに結構小屋の人が入るかもわからないね。ドラマで すごいみんなに大事にされちゃって褒められてるみたいな。すごいいい男だ。沖原和也、私広瀬アリスが演じる山崎美里との声の行方も気になりますが、ピッチングのシーンとってもかっこいいんですよ。楽しいですね。あの、思った以上に投げれたっていうのもありますし、あの、いいことでもできなかったことができるようになっていくっていうのがすごい好きなので、本当毎日刺激を受けながら、こうして野球っていいなって思います。
そこで声をかけてくれた山崎さん。はい、頑張ります。よろしくお願いします。